カガネル・カガネルは、スペイン・カタルニャ地方で、翌年の豊穣、希望、繁栄を祈るために、クリスマスに飾られる人形。日本語では、ハイベン人形、フンヒリ男、フンヒリなどと表記される。カガネルは、バラティーナという伝統的な帽子をかぶってしゃがんでいる、男の人形である。この人形はズボンを下ろして尻を出しており、股の間からはトグロを巻いた大便を出している。 カガネルの多くは、これといった表情を持たないが、目を丸くしているもの穏やかな顔で瞑想にふけっているものもある。大きさは1メートル近い紙製の人形から、より小さな陶器製の人形まで様々である。このような奇妙な人形が生まれた理由は定かではないが、紅を催すことで、イエス誕生の喜びを表現している。翌年も、豊富に食料があり、 大便が出ることを期待している、などの理由とされる。バルセロナのサンジャウマ広場にある石像のカガネルヨーロッパ諸国では、イエス・キリストの誕生日であるクリスマスには、クリスマスツリーを装飾することが多いが、スペインでは、キリストの降誕の場面を模したベレンと呼ばれる、立体模型を制作することが多い。この立体模型には、聖ヨセフ、聖マリア、イエス、大天使、 ミカエル、東方の三博士、羊飼い、羊や牛などの人形が配置される。後端の場面以外には受胎告知の場面などが用いられることもある。カタルーニャ地方ではこの立体模型はベレンではなくパセブラと呼ばれ、イエスが生まれた馬小屋の影などにさりげなくカガネルが置かれる。中世の絵画にカガネルは描かれていないが、16世紀に制作された。 カガネルの彫像がある。カタルーニャ地方のクリスマスに排便人形が登場する。風習は18世紀から続いており、自宅のどこかに隠したカガネルを招待客に探させるのが恒例となっている。人形は側面や背面から見ると排便をしている姿が明確にわかるが、正面からはその風景が見えないようにデザインされており、一見すると、 普通の人形と見分けがつかない。伝統的には土を材料としていたが、近年にはプラスティックを材料とするカガネルが多い。カタルーニャ地方にはカガネル専門の収集家もいる。1989年のクリスマスシーズン、フィゲラス博物館には各地から集められた約500体のカガネルが展示された。本来のカガネルは、 カタルーニャ地方の民族衣装を着た農民であるが、近年には、サッカー選手、ミュージシャン、アニメキャラクター、イギリス王室関係者などの配弁姿を模した、カガネルも登場しており、クリスマスシーズンにはしばしば各国メディアに取り上げられている。2009年には、RCD エスパニオールに在籍していた、日本人、サッカー選手の中村俊介をモチーフにした、カガネルが登場した。 2013年には、ベネディクト16世とフランシスコ1世の新旧、ローマ教皇、ネルソン・マンデラ元南アフリカ大統領、エイリアンのようだ、スコットランド独立運動家などが、ハイベン人形に登場した。2014年には、歌手のマドンナ、サッカー選手のクリスティアーノ、ロナウド、ゲームキャラクターのマリオ、アルトゥール・マス・カタルーニャ州首相。 フェリペロクセイスペイン国王などに加えて、カタルーニャバタを模した謎の生物の排便人形も登場した。毛布をかけた丸太を棒で叩く少女中世のカタルーニャ地方では、アンパーペレスコースによって下品な歌集が編纂され、風が止んでしまったので、一斉に船の帆に放棄しながら岸まで戻ってきた百人の高貴な女性の話などが収録されている。 クリスマスシーズンのカタルーニャ地方には、カガネルに加えて、カガティオーと呼ばれる人形の風習がある。本来は木材である丸太の断面に顔を描き、伝統的なフリジア帽子をかぶせる。下半身に相当する部分には、親が菓子やおもちゃなどを隠しておき、その部分に白い布をかける。子供は菓子を糞に見立てて、糞白、丸太、糞白、丸太と歌いながら、 白い布を棒などで叩くと、布の下にある菓子やおもちゃがもらえる。毎年1月6日の高原祭の祭日、それまでの1年に正しい行いをした子供には、甘い菓子が与えられるが、悪い子だった子供には、かいカルボウが与えられる。近年には、石炭の実物は省略されて、糞だけとなっているが、糞を与える風習は残っており、この時期の菓子屋には、 ハエが集っているフンが店頭に並ぶ。20世紀前半にジョアン・ミロが描いた農場ムン・ロッチにはカガネルのように水槽の前でしゃがみ込んでいる男児が描かれている。ミロは1935年に大便の山の前の男と女を描いている。サルバドール・ダリが1929年に描いた陰酸な遊戯にはフンベンで汚れた下着を履いた男が 前景にいたことで品宿を買った。中世のバルセロナ市街地を南と北から挟んでいた小川は、かつてそれぞれマルダンサ川、カガリエル川と呼ばれていた。ありがとうございます。